こんにちは、佐々木です。この動画ではですね、今後の転売ですね、転売がどのようになっていくか、ですね、まあ、ぜひね、今までのね、まあ、経験からっていうかね、今年特にもうコロナでめちゃくちゃひどかったんで、まあ、どうなっていくか、ぜひね、私のね、なんか、今の経験っていうかね、まあ、ちょっと話させていただき、話そうと思います。今、現時点で、9月なんですけど、まあ、結構、まあ、カメラなかなか売れたんで、はい、まずまずね、景気が多分上がってくると思うんですよ。はい。で、10月も、まあ、売れてますね。まあ、結構波あるんですけど、まあ、中国商品とかちょっとアマゾン今テスト仕入れとか入れてて、結構まずまず売れてますね。はい。で、カメラなんですけど、カメラってもう結構新品とかってどんどん値段上げてるじゃないですか。まあ、スマホの影響とか結構大きいんで、多分カメラメーカーも必死で値段を上げて利益出さないといけないって感じでやってると思うんですよね。結構ね、悪党っていうかね、やり方が、まあ、汚いっていうかね、本当悪いとなんですけど、まあ、その代わり中古は結構狙い目なんで結構美味しいと思うんですけど、まあ、新品に関してはね、まあ、これから、まあ、外国とかね、日本で結構、まあ、値段値崩れでしてくるもんで、まあ、これから輸入した方が多分儲かるんじゃないかなって思うんですよ。で、まあ、中国商品って、まあ、これから、まあ、私も結構これから OEM、まあ、勉強しようと、まあ、今勉強してるんですけど、まあ、OEM がね、これから強くなっていくとかね、転売で仮に生き残るとしたら、転売の物販って考えて、まあ、中国商品でね、いい商品を作って、まあ、Amazon で流すっていうか、方法でやれば、チャンスが結構あると思うんですよ。で、今結構先生とかね、いろいろ選定してて、まあ一人決まったんで、その先生のところで、まだね、コンサルとかね、入ろうと思ってないんで、自分で、まあ LINE とかで、ちょこっと連絡取る人だったんでびっくりしたんですけどね。名前言わないですけど、なんか、ワークショップやるもんで、それ、やってみてどうですかってやったんで、まあそれをまあ10月に受けようかと思ってて、まあそれまではね、本とかでいろいろ勉強してね、やってきたんですけど、まあ OEM 出版って結構ですね、歯応えありますよ、本当に。この間ね、まあノーブランドで以前出してたのがね、まあ自分の独自ブランドで名前書いて、で、ノーブランドから独自ブランドって名前変えられないらしいんですよ。結構ハードル高くて。なので、まあ、名前だけ変えてね、アニュアルされないように、まあいろいろです。まあ、パッケージとかね、シールとかいろいろね、やって出したら、結構売れちゃったんで、あ、よかったなと思ったんですけど、結構歯応えありますよ。で、今結構調整いろいろして本とか読みまくってやってるんですけど、まあ Amazon のね、テクニカルサポートは結構美味しいんで、まあ高いですし、もうどんどんね、活用してね、やればね、結構いいと思うんですよね。はい。本当にまあ、今後ね、まあ私もそうだったんですけど、去年の納税がね、なんとですね、200万になっちゃいまして、まだ全部払ってないんですよ。で、まだ中間申告も払ってないんで、結構きついんですけど、まあ、なんとかね、頑張って払おうと思ってるんですけど、まあ、多分これ聞いてくる人ってみんな結構コロナでダメージ受けてね、ひどくなっちゃってるかなと思うんですけど、まあ、持続給付金ね、まだまだ申請できるもんで、私は100万円もらったんですよ。まあ、100万円もらってね、まあ、税金の方払う、回しちゃう、税金とはね、まあ、金庫のちょっと先お金借りてね、回しちゃってるもんで、そっちの支払いも回しちゃってるんで、まあ自分の手元に残んないんですけど、まあ今後ね、転売でもし生き残るとしたら、やっぱ中国ね、応援商品、ODL ね、で、独占権ってありますよね、独占権やってる人聞いたんですけど、売れ残ったと本当怖いんですよ。裏話になっちゃうんですけど、売れ残った時に、結局売れ残っちゃうから売れないでしょ。なので、極力やっぱりね、中国輸入の OEM 組んで、自分のブランドを作って、まあ、ショロット組んでてね、それで、いい商品を作って、売れるんだったら、大量っていうシステムが、やっぱり一番ベストじゃないかなと思うんですよね。お金もかからないし、売れた時にね、まあ、銀行さんに借りるかね、自分で貯めて、やればいいと思うんですよね。ですね。あとはですね、あれですね。去年はね、まあ、女のコーチだったんですけど、まあ、ひったことやられて、本当に。で、このコーチって人たちって、ビジネスを知らないですよね。実際自分でやってないから、やってない人はビジネスやってるでしょ。いや、知ったこと知ってるじゃないですか。だから結構、こういう人たちもね、喋っちゃいけないなっていうかね、
手にやってる、派手にやってる中身がね、何も入ってない連中なんで、まあそういう人たちもね、かからないようにね、やれればいいと思ってますけどね。はい、まあ今後ね、まあ絶対的にまだまだ中国の、ね、商品とかってやっぱ儲かりますしね。メルカリラクマとかも全然売れるし、ヤフオクも売れるし、まあ自分でね、自分で作成商品がね、ずーっと売れ続けてるんで、だいたい1回出すだけでもまあ4万ぐらい儲かっちゃってるんで、全部ハゲて4万円か利益結構出てるんで、まあ今後はね、私の場合は中国ユニフォームに、ね、力を入れていこうと思ってます。はい、まあカメラもね、売れるもんで、まあ納税もしないといけないし、お金もね、失ったお金を取り戻さないといけないんで、もうどんどん売らないといけないんで、やっていけないんですけど、まあぜひね、興味ある方ね、まあ中国輸入結構いいと思うんで、まあ国内の輸入だけでいいと思うんですよ。輸出はやっぱいいんですけど、輸出って両方できないじゃないですか、人間って。人しかできないので、まあ輸入で、あとは税金対策で、まあ税産とか相談してもいいですしね。商業共済とか入って税金削れるもんで、まあそこが一番いいと思うんですよ。まあ私の場合は去年ね、それがね、その税理士さんがもうほんと知らない人で、もう頼りない人だったんですよ。で、今の税理士さんはそのグループの中でも結構力持ってるし、話できる人なんで、よかったんですけど、まあ力のない人来ると本当に今もビジネスさんおかしくなっちゃうんで、まあぜひね、まず変えてね、いただければいいと思いますね。はい。まあぜひね、まあ今後、いろいろあると思うんですけど、まああとね、今年、1年、まあ税金払わないといけないんで、まあ頑張っていこうと思ってますね。はい。ではまたね、良い情報とかありましたら流しますので、ぜひね、興味ある方は聞いてください。お待ちします。はい、今回の動画は以上となります。最後、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。